ボンジョルノーチエルです。これからベネチアのホテルをチェックアウトしてサンタルチア駅からフィレンツェに移動するところです。でフィレンツェの移動なんですけど、イタロというね高速列車を使うんですけども、こちらはねなんとフェラーリの会長が立ち上げた会社らしいです。2012年に誕生ってことで、まあそこまでね歴史が長い列車ではないです。でこの列車はね主に5大都市を結んでいて、ローマ、ミラノ、フィレンツェ、ナポリ、ベネチアですね。この5つを結んでいるそうです。ちなみに、ね、予約はね代行で日本語でできるページもあるんですけど、そんなに難しくなかったのでね公式ページから予約しております。まあ予約がなくてもね座席に空きがあれば当日でも切符は購入できるはずなんですけど、まあ一応押さえております。というわけでね、サンタルチア駅すぐそこなんですけれども、ちょっと早めに向かいたいと思います。じゃあ行ってきます。それではホテルをチェックアウトしてベネチアからフィレンツェに向かいます。さっきまで雨が降ってたんですが止んでくれました。ここまっすぐ行ったらもう駅です。はい、こちらがサンタルチア駅です。大きな駅ですね。駅の中にもいろいろありそうです。売店があったり、お土産屋さんがあったり、あ、ロクスタンだ、いろいろと入っておりそうです。これがイタロの券売機ですね。あ、かなり大きなスーパーみたいな売店もありますね。これもホームですね。で、ホームこんな感じで、たくさんねホームありますね。奥の方までずらっと並んでおります。で、今出発ね15分前なんですけど、まだホームが決定してないですね。チケットはネットで予約したので、こんな感じでねスマートフォンに入ってます。特にねこの QR コードを見せる場面は今のところなさそうで、そのまま乗り込めちゃいそう。で、ホームにもねお店がずらっと並んでますね。楽しそうな駅です。ホームのところにも売店があります。で、私が乗る8905番は6番ホームに決定しました。出発10分前ぐらいですね今。はい、こちらですね、イタロ。かっこいい、ほんとフェラーリみたい。ゆっくり眺めたいところなんですが、なんかね急がないと荷物が置けなくなるらしいので早めに乗っちゃいます。あ、ちょっともうすごい人が置けるかな。3号車です私は。で、大型荷物置きがこんな感じであるんですけど、ガラガラですね。で、コインを入れると、お、こんな感じでロックできました。それでは座席に向かいます。本日の座席はこちらの窓側を予約しました。ちなみに基本的には向かい合っているシートが多いです。シートピッチは日本の新幹線くらいの余裕があります。そして角度調節可能なフットレストもついています。あとはネットがあって、この中に飲み物など入れておけます。折りたたみ式の机、ドリンクを置くところもあります。ちょっとした荷物がかけられるところや各座席にゴミ箱までついています。 USB やコンセントもあり、移動中も充電が可能です。革素材で高級感があります。座席の隙間に小物入れみたいなスペースもあって、なんだか車っぽい。そしてリクライニング機能もあったので試してみたんですが、全く倒れず。こちらはシートが前に出るタイプでした。ちなみに荷物は上にも置いておけます。結構明るいライトもついていました。しばらくすると景色は海に。ベネチアを離れます。海の上を走るこの景色楽しみにしていたんですが、ちょっと海が遠いですね。反対側を見に行ってみたら、こんな感じでかなり海が近い。下調べが足りないのもあるけど、こういう2分の1の席ガチャ外すタイプです。
田園風景になりました。海は一瞬でしたね。 Wi-Fi もあるみたいなので繋いでみます。 Wi-Fi のスピードテストしたらこんな感じでした。それではここでイタロの座席の種類について説明します。イタロには座席の種類がいくつかあり、こちらが一番安いスマートの座席、2プラス2の配置になっていて、飛行機でいうエコノミークラスの座席ですね。荷物のサイズに制限がありますが、フリー Wi-Fi はスマートの座席でも使えます。こちらは私が座っているプリマの座席です。1プラス2の配置でドリンクとスナックのウェルカムサービスがあります。また専用のファストトラックエントリーサービスという優先入場も使えたみたいなんですが、ベネチアからだと特に使う場面はなかったです。最後に一番高いクラブの座席、飛行機でいうファーストクラスですね。こちらももちろんファストトラックサービスがあり、そして専用のケータリングサービスもあるようです。スナックだけではなくベーカリーなども提供されるそうです。一番のポイントは駅にあるイタロクラブラウンジを使えるところです。ちなみに車両の間にはこういったスナックコーナーもあり、コーヒーの自販機やスナックの自販機もあるので、何も買ってこなくても車内でも購入が可能です。荷物置き場は何箇所かあり、ベネチアの時点ではスカスカでしたが、途中見に行ったら埋まっていました。そしてお手洗いは日本の新幹線と変わらない感覚で使えるぐらい綺麗でした。大きな鏡がある洗面所付きです。今出発してから30分ぐらい経ったかな。ウェルカムドリンク来ませんねウェルカムドリンクと軽食を頼りに何も買ってこなかったので、お腹ペコペコです。ひたすら喉か。あ、でも建物がヨーロッパ感あって可愛い。それで風景で、右側はね、ひまわり畑がとかあっていい感じなんですけど、私大体こういうね、景色ガチャの見たく外すタイプなんですよね。こっちはひたすら、なんだろう、のどかな田んぼみたいな感じです。ホットコーヒーとクラッカーをいただきました。乗車してから配られるまでに結構時間がかかったので、何か買って乗ってもいいかもしれません。ドリンクもコーヒー、紅茶、水、ジュースから選べました。あとおしぼりがついてきた。軽食はナッツ、ビスケット、クラッカーから選べてクラッカーにしました。こんな感じで結構入ってます。味はまあ普通のクラッカーなんですが、お腹がペコペコだったので美味しかったです。油断していたら急に綺麗な景色が現れました。スナックを朝ごはん代わりにしようと思っていたんですが、やはりちょっとボリュームが足りなかったので、駅で美味しそうなサンドイッチでも買えばよかったかなと少し後悔しました。天気やば、薄曇ってるし雨降ってるし、やだな、フィレンツェ雨かな。Benvenuti a bordo di Italo 8905 da Venezia Santa Lucia a Roma Termini. Il treno fermerà a Firenze Santa Maria Novella. もうすぐ到着するかも。着きそうだからスーツケース取りに行きます。フィレンツェで降りる人多いですね。すごい人の数。最後にイタロの正面でお別れしたいと思います。
間ルールが合ってた。特に最後チェックはなさそうでした。じゃあとりあえずウーバー拾ってホテルに向かいたいと思います。ホテル入ったらね、改めて感想とかねまとめたいと思います。で、駅にタクシー乗り場もありますね。で、フィレンツェはね、ウーバーあんま走ってないし、走っててもね、タクシーの方が安いみたいなので、今回はタクシーを使います。というわけでタクシーを拾い、フィレンツェで滞在するホテルに向かいます。ザ・ソーシャルハブというホテル。駅からタクシーで14ユーロぐらいの距離でした。というわけで、ベネチアからフィレンツェまで移動してきたんですけど、今回の動画はここまでになります。最後にね、感想と料金のお話だけさせていただきます。まず感想なんですけど、もう日本の新幹線と変わらないぐらい快適で乗り心地も良かったです。なんなら日本の新幹線より設備が充実してるかもしれない。そしてあっという間に着きましたね。イタリア間の移動はイタロで問題なさそうです。で、しかもね、結構ね、値段も安いんですよ。ベネチアからフィレンツェまで 38.9 ユーロということでね、日本の新幹線よりちょっと安いですよね。で、さらにね、料金体制が4種類あって、フレックス、エコノミー、ローコスト、イタロスペシャルとあります。イタロスペシャルが一番安くて、フレックスが、ね、一番高いんですけど、これはね、何かっていうと、キャンセルした時の返金とかの条件ですね。一番高いフレックスは、利用者の名前の変更可能だし、日時も変更できます。で、さらにキャンセルした場合、返金もされます。ただし 20% 手数料が引かれます。で、イタロスペシャルだと、利用者の名前は1ユーロ払えば変更できるんですけど、日時の変更とかキャンセルはできません。で、私はね、2番目に高いチケットのエコノミーを抑えました。これは利用者の名前も変更できるし、日時も手数料 20% 払えば変更できます。で、キャンセルもできるんですけど、これは 40% 手数料が引かれちゃうので、まあ、半分ぐらい取られちゃう感じですね。まあ、今回の旅行のね、長期ってことで何があるかわかんないので、一応変更できるかなっていうぐらいのところでこのエコノミーを抑えました。ご自身のね、プランに合わせて、料金とかね、席とか選んでみるといいと思います。というわけでね、この後はフィレンツェ観光に繰り出します。最後まで見ていただいてグラッチェ。よかったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。またインスタにも旅の写真たくさん投稿してるので、よかったらそちらもフォローお願いします。じゃあ次はフィレンツェ観光でお会いしましょう。チャオー。